はい、どうも亮平です。お願いします。はい、本日なんですけれども、年始に僕ちょっと前原さんのイベントコロナかかって行けなかったんですけれども、まあ、そこでね、まあちょっと初イベントあったので、まあ僕もねぜひ行きたかったということで、コロナ終わって速攻前原スポーツさんに行ったんですよ。で、まあ僕のね新年といえば、まあ買いますよね。はい、ということで、本日ちょっとね前原スポーツさんで購入させていただいたグローブの方を紹介したいと思います。はい、それがはいこちらです。クボタスラッガー。はい、こちらはですね、クボタスラッガーの限定カラーって言ったらいいのかな、プロ使用カラーっていうものですね。で、型番としては今新しく去年出ました DS1 です。なので小指2本入れ仕様のグローブになります。カラーとしては T51 型カラーって言ったらいいのかな、まあまだねちょっと契約はしてないみたいなので、その選手がそういう表記になる、まあまあでも皆さんわかるよね、そうなってくると T51 というカラーリング、黒と本体ブラックに玉はみ襟側がグレーで、ラベルがブラックグレー、レースがタンとなっていますっていうようなグローブで、これは僕の方で片付けをしました。家で湯もみの方をしました。なんで小指2本でここも締めてね、1個締めてちょっときつくして、なかなか手奥に入らないようにして、ポケットはかなり深くなっているかなと思います。で、スラッガーのグローブはまあもともと逆巻きになっているので、まあそれもちょっとそのまま活かしつつ、こっちも使えるような感じにっていうようなグローブとなっています。で、このグローブちょっと細工したんですよ。スラッガーといえば親指芯に癖があるじゃないですか。なのでここ全部ね取って、ここも取って、なんか引っ張り出して芯を、親指芯を切りました。フェルト部分と中のプレート部分をちょっとここの辺かなの部分を取り出して切って、親指の癖をなくした結果、さらにちょっとね、奥行きが出やすくなったグローブ自体で、親指も動きやすいっていうような、型になりました。まあこれ本来、スラッガーの片付けの中だったら必須事項にもなってくるんですけども、僕今までちょっとねスラッガーのグローブ自分で片付けした時もやってなくて、ちょっとやってみようかなってことで、前原さんにもちょっとぜひ挑戦してみてよみたいな感じで言っていただいたので、自身の方で僕の方でそういった片付けをやらせていただきました。まあ、なので、今日はちょっとこれ使ってね、キャッチボールとノック軽くやっていこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあそれでは DS1 でキャッチボールやっていきます。あー深い、スラッガーの深さじゃない、軽いね、スラッガーだから。あとでもまだねちょっとポケットはあれかな、できてはないかな。はい、痛いね、直式スラッガー。まあ深いグローブなんで、ウェブ下で撮るとまあやっぱね音は鳴らないけど、ガチとかはすごいですよ。なんか今までの俺のグローブとはまた違うな、今まで使ってきた方とはちょっと違う方ですね。やっぱいいね、あ、なんか本当に親指の癖はないな。あー、なるか。でも音、うんうん、まあでも本当に変な癖はないっすね。なんか小指でも結局握んなければ小指でも変わんないから、球出しはやろうと思えば早くはできるのかなと。はい、じゃあちょっとノックやっていきます。はい、全然違う。おう、出ます。え、ほら、出るの？出る。出ます。
もやっぱね、出るんで、ちょっと。よし。よし。よし。長い。あと DS は意外と。今のも縦の感覚だからさ、あ、これ縦だからさ、トレジャーみたいに丸い感覚で取ると当たるじゃん。クソ速く当たってる。おっと。そう、今はウェブ下だからカチッと収まった。よし。ノック受けてきましたが、そもそも、こんなに動けなかったっけっていうのがまず言って、はい、グローブの感想じゃないですけど。で、グローブの感想としては、やっぱまだ、パンチャーと、まあ、グローブの中でボール入れて、転がしてとか、だけだったんで、ポケットってポケットが、まだウェブ下しかできてなくて、普段僕、トレジャーとか、アトムズとか、使ってて、で、結果、今宮選手モデルも、5本指戻してるんですよ、僕あれ。なんかそういうことしてて、本当にコイン使ってこなかった人間なんで、最近は。ちょっとまた感覚が、やっぱ、違うんだなって感じは、もうすごい感じましたね。でも、やっぱ、ウェブ下で撮った時の補給感っていうのは、さっき、冒頭でも言った通り、親指を削ってるっていう点もあるので、ポスッと、しっかりと、ガチリと入るかなっていう感じはします。ただやっぱスラカ特有のこの辺で取ったりっていうのはまだちょっとポケットってポケットもできてないから遊ぶかなっていうのは感じましたね。であとは本当に野球感を取り戻していきます。はい、本日はこちらクボタスラッカー DS1 購入報告とキャッチボールノック初使用の動画を撮らせていただきました。はい、この動画が良ければチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。